ずはですね、あ、そういえば先日バレンタインデーでしたけど、はい、チョコはもらわれました？チョコでしょ、はい、チョコっともらったから。うまい拍手、盛大な拍手ですね。完全にまばらじゃない、私が盛大よ。そうですか、あの野村健選手ですね、ご出身は福岡。俺全然在日日系日本人です、完全に日本人。福岡の博多区なんです。博多区、じゃあもう日本へもパスポートなしで。なしで、ね、あの情報によると、あの熊本と D1 のですね、あの選手名鑑を見たら、はい、熊本と長崎のハーフって書いてある。そう、ハーフなんですよね、そういえばね、はい、ハーフなんですか。ハーフ、あら、半分半分、半分の、まあ、熊本、長崎の完全に。そうですか、私あの実は熊本人なんですよ。あら、どの辺ですか。熊本の今、熊本市内、勝田町っていうところに。勝田町の何丁目とか、あんまり言うとこれですからね。ポストに何か入れてるんですよ。なんかこう、いろんな、なんかさ、札束とか入れて。札束は多分入ってないですね。そんな野武健さんの、あの今日はですね、はい、D1 のこともいろいろ聞きたいと思うんですが、はい、ちょっとですね、これまでの野武健さんというのを伺いたいなと思っておりまして、はい、あの少年時代というのはどんな少年時代だったんですか。完全に不良ですよ、マジで。あ、もうその辺でもユースの悪。まあこんな感じですか。どれぐらい悪かったか聞いて。あ、どれぐらい悪かったんですか。自転車2人乗りしたことがあって。悪いですね。めちゃくちゃ悪い。それは悪い。非常に悪い。非常に悪い。でもちっちゃい頃から筋金入りの悪。そう、あら、不良で有名ですよ。学校ではもうどんな生徒だったんですか。小学校で。小学校、はい、完全に悪いんですよ。トイレのティッシュペーパー全部抜いたこともそれ完全に悪い。あのテレビでは見たことありますけど、訳すと KW ですよね。完全に悪い。今言わないんですかね、若者はね。ああ、昔はあったんですか。なんか KW、KY とか、あ、短縮 ね、完全に酔っ払いなんかそんなね、省略する言葉が流行ったんじゃない。今 KY ですか、完全に酔っ払い。いやいや、完全にやってる。じゃあ KW 使いたい人は使ってもいいですか。使っていいですか。あ、よかったですね、許可がおりました。使いたい方は使ってください。じゃあ、あのなんかですね、野球少年、ね、台本ですか、これ。これですね、ちょっとポイントをですね書いてきたんですよ。流れはきっと変わるだろうなと思いまして。進めてもらっていいですよ。もう午前中は、あ、午前中は午後は取り上げる。あ、そうですか。なんか、ね、野球少年だったって伺ったんですけど。いや、そうでもないですよ。野球されてたんですか。あのこういうね、壁に登ったりするのは得意ですよ、多分。壁、はい、あら、野球見ることはないですけど、ね、野球をしてた。昔やったことは。ああ、ポジションはちなみに。外野ですよ、外野。外野の外。あ、野客みたいな。ライオンズってあったんですよね、昔ね。はい。今のホークス。あ、ファンクラブに入ったことがある。試合も見に行ってたんですか。なあ、2回ほど。2回。2回しか見に行かないファンクラブの会員にもなかなかいないですよね。まあ、確かにね。そしてなんかスポーツがすごい万能だったっていうのもね、伺ってたんですけど。万能じゃないですよ。あら、球技。球技、球技、球技。球の技とかって球技ですね。そのままですね。球技、これいろいろやって、はい、パチンコだのボウリングだの、もう完全にスポーツ。そうですか、パチンコもスポーツなんですね。あれは一球入魂のスポーツですよね。あ、一球で決まりますもんね、勝敗がね。そう、運も。そうなんですか。で、なんかあのスポーツがすごい万能というのはね、伺って、それ球技だったんですね。そう。で、スポーツ特待で高校入学したというのはよく知ってますね。はい、調べてまいりました。かっこいいですよ。はい、一応はそんな感じで行った経緯です。はぁ、ただですよ。はい、以上。まあ、息が合わんですよね。名前も知らんもんだって。あ、私、あの高橋久美子と言います。高橋久美子です。どっちの名前で呼ばれるんですか。いつも久美ちゃんで呼ばれることが。はい、久美さんとか。じゃあそれで行きましょう。よろしくお願いします。この人は何なんですか。オートパレスのですね、サーキットクイーンで6名いるうちの1人。今日は選ばれた、選ばれし、ね、はい、まおりちゃんです。まおりちゃん、あの
スリーサイズをちょっと聞きたくないですか。あら、ちなみに俺はね、50、80喜んで喜んでっていうサイズがあるんですね。そうそう、まあ人類においても少ないんでしょうけどね。皆さん初めて聞きましたね、はい、進めましょうか、ね、あ、いいですか。話がね、それる。そうですね、じゃあちょっと戻しつつ、台本あってないようなもんなんですけど、はい、午前はじゃあ進めさせていただきます。そしてですね、いろいろ調べたんですけど、いろいろ調べた中でびっくりしたのが、あの京帝の養成学校、大和京帝学校というところになんか入校されたという。あ、それは最近の大和ですよね。昔はね、はい、元教授だったの山梨県だった。あ、そこに入校されたんですか。今、ね、後半にあるっぽいですけど。ああ、入校してらんです。あ、してないですか。行こうかなと思っただけですよ。そうなんですか、はい、完全に調べるのはミスです、ね、それは。これ調べるミスですね。ああ、私入校されたと思って、はい、協定の道も目指されてたのかなと思ったんですよ。なりたいなと思っただけです。憧れたんですか。一応試験は受けに行ったんですけどね、はい、落ちた。あ、やっぱり。あやっぱり落ちた。協定の試験ってどんなのが出るんですか。あのね、はい、みんなが知らないですよね。1週間ぐらい続けてあるんですよ、試験が。福岡で、はい、350人ぐらい集まって、なりたい選手みたいな、はい、でなんか筆記試験みたいな、これ、ね、中学生の入試みたいな、ほんと簡単な問題が出て、はい、で350人いたんですね。でそれで合格したのが6人で、で山梨に集まって、はい、今度400人ぐらいやっぱおるんですよ。山梨の前に東京の、大きな病院があって、すべて体中調べられる。うわ、もうフリチン状態ですよ。うわ、じゃあ喜んでももう解放した状態で。喜んでて、でこうよしよし、オッケーみたいな。そこで約半数に減るんですよ。はい。でそれで山梨。はい。でそこで集まったのがやっぱ200人ぐらいいて、1週間立て続けに試験があります。うわ、長いですね。で1日、終わったら、番号がいっぱい出るんですよ、はい、で番号が出た人、どうぞ外のバスにお乗り換えて返されて、はい、で最終日まで行ったんですよ、でそれがまあ50人ぐらい、で番号出るじゃないですか、はい、で俺のがないと合格したなと思ったら、この番号の人は合格ですみたいな、逆だったという最後だけ。そんな落ちだったんですね、最後。わー、じゃあ目指して最終まで行ったけど、そう、ダメになった。入校はしてないと。で最終日がやったのが面接ですよ。あー、大事ですよね、面接。で落ちました。じゃあ能力はあったのに、ね、すごい。なんかお皿に大豆が100個ぐらい飲んでて、箸でこう掴んでこう、協定の試験でどんなのするんですか。そうですよ、なんかね、ややこしいですよ、本当に。針に糸通したりしたですよ。本当に。それは何のためにですかね。何なんですかね。あ、目の視力とかなんですかね、まあ、いろんな経験されてますね。じゃあですね、そうやって協定の試験を受けて目指したりとかされて、ドリフトにはいつ出会われたんですか。いつ、多分ね、25、6の時です。じゃあこの協定とかを目指した後、後ぐらい。これどんなきっかけだったんですか。いや、きっかけというか、動くものが好きで、はい、もうタイヤがついてりゃ何でも好きだったんです。2輪も4輪も、何でも、はい、もう台車でも何でも、もう乗れるものは乗ってしまおうというタイプなので、でなんかその、たまたま、はい、そういうなんかビデオかなんかに見たんですよね、ドリフトの。キンキン言っとるの、すみません。でちょっとやってみよう、簡単そうだなと。はい。でもしかしたらモテるのかなと。なるほど、はい、でやりました。最初やってみた時ってやっぱ思い通りにできたもんですか。いや、そんなもん鉄くずですよ、車は。ああ、その日に、はい、その日に、その日に鉄くずになったんですね。ちなみにそれ何に乗ってたんですか最初。あの、レビン。で、それを持って鉄くずにしてしまった。いわゆる86というやつ。はいはい。もうゴミですよ、本当に。もうやっぱ今 D1 でその入門というか、最初にその86でっていう方が多いって聞きますよね。まあ昔ね、それしかなかったんですよね。そう、鉄くずにしたけど、でもなんかそこでも嫌ってはならなかったんですよね。まあなんとなくならなかったです。へ、すこからですね、
その今はやっぱりこう白煙番長、もう私もこう素人目線からいろいろ伺わせていただきたいと思うんですが、やっぱりこうドライビングスタイルとしてこう派手っていうんですか、白煙番長っていうこうやっぱイメージ持ってる方が多いと思うんですけど、そういうテクニックって最初どこで練習したんですか？テクニック？テクニック。まあその辺の、あの峠とか行っちゃいかんですよね、これサーキットで、その辺のオートポリスで、天然のサーキットみたいな。オートポリス、あ、オートポリスで、偉い人が多分聞いとるんですよ、後ろで、ほら、はい、そうなんですよ、オートポリスで練習しました。おー、でも誰にもこう教えてもらわずに、誰にも教えてもらったんです。自分でじゃあいろいろ、はい、やりながら、やりながら、こう自分でこう覚えながらっていう感じですか？だから時間かかったんですよ。今なんかほら教えてくれる人もいるじゃない。誰も教えてくれないからだいぶ時間かかったんですよ。じゃあですよ、ぶっちゃけその、あ、ドリフトできたって言うまでってどれくらいかかったんですか？最初。2年半。そんなにかかるもんなんですね。あの峠じゃないよ、オートポリスで。はい。そんなにドリフトできたら2年かかったんですよ、本当に。うわそうですか。そう、2年かかっていろんなとこでも練習しながら磨いていって気づいたものなんですね。でもそんななんか自分のテクニックとかそのビデオとか雑誌とかでいろいろやっぱ公表ってされてますよね。なんかされてるんですよね。ねえ、そうやってやっぱりこう今から続いていく人のためにそうです、いろいろと、はい、子孫の繁栄を願ってやっとるんですよ。喜んでた。もう一つはトリフトの方も子孫繁栄のために、はい、そうなんですね。で、今ですね、女性のドリフターとかも増えてますね。あ、いますね。ねえ、その D1 始まって女性の D1 ドライバーとかっていたことは？いや、行ったこと、見たことあります。あ、ありますか？はい、あ、いらっしゃるんですね。だってその会場にいるので、なんとなく見ちゃう、おるですよ。ああ、今の女性だけの大会とかもできてますね。レディースリーグっていうのがあって、女の子ばっかり、まあ、国家どうかは知らないですけど、女子ばっかりでやってますね。女性もだからやろうと思えば練習すれば、はい、もう全然いけますよ。まあ、女の戦いっていうのもまたすごそうですね。もう完全にあのピントとか行くと、味噌汁の香りはするんですけど、レディースリーグというのをやってて、盛り上がったり最中ですね。女性ファンもなんか乗ってみたくなるみたいですね、はい、話聞いてると。でですね、あの D1 グランプリも去年10周年を迎えまして、はい、オートプレスでも D1 ミュージアムとしていろいろ写真展示したりとか、はい、いろいろしたんですけど、D1 グランプリ、今はドリフトイコール、まあ、D1 グランプリっていう最高峰ではなんかそういうイメージがあるんですけど、はい、D1 グランプリができる前もなんかいろんな大会とかってやっぱあったんでしょ？ちょこちょこですよ。イカ天とかあって、はい、知らないんですよ、今ね。あの私ビデオではね、イカの天ぷらじゃないですよ。そのドリフト大会みたいなのがあって、まあ、それで何かちょこちょこやってて、一回出るともう出られないというシステムになり、で、はい、俺らも出れなくなって、いや、なんかやりたいなっていうのから始まったやつですね。あ、そうなんですか。はい、じゃあルールっていうのは、でもあまり変わらないですか？あまり変わっとらんですね。そうなんですね。その D1 ですね、あの午後からもトークショーということでお話伺うんですけど、はい、午後からはその D1 選手になってから、まあ、今までのお話とかいろいろその D1 グランプリの詳しいところとか、はい、マシンのお話聞いていきたいなと思うんですけど。ああ、わかりました。こういうマシンですね。はい、これ今日あの展示していらっしゃるのはこちらやっぱ今シーズン乗られる、これね、自分のあれ、はい、あれですよ、通勤車。あ、通勤車なんですか？急遽カラーリングして腰を痛めたですよ、これ。あ、11時間かかった。うわー、すぐ貼るのに。そうなんですか。でこれをベースに今年はあの、D1 車を作ろうかと、うん、はい、でこれ、まあ、テストみたいなもんですよ。なんのこれはカラーリングの貼ってこの大きさ変えてみたりとか、これちょっとはみ出たバイクもあるじゃないですか。はいはいはい、まあテスト車みたいなもんですね。そのこうファッション的な部分のテスト車、はい、そうです。あら、じゃあこの展示が終わったらこれに乗って通勤されるんですか？いやー、これは剥がしたいですね。そうですよね、はい。そんなあの野村さんのマシンとかそういうところもちょっと今度は詳しく伺っていきたいと思いますが、前半はですね、あのこれから乗ってみたいなという方とか、これからそのドリフト始めたいなという方にちょっとポイントというかメッセージをちょっと最後にいただきたいなと。あそこに緑の黄色い旗立ってるじゃないですか。はい、緑色のブースなんで、あのそこに現金を持ってやってきてくれれば、手取り足取り全て教えるです。